こんにちは、ごまおです。本日は仕事のストレスで帯状疱疹を発症した体験談についてお話ししたいと思います。この動画を閲覧するメリットです。帯状疱疹の症状ってどんなものかわかる。帯状疱疹を患った時に何科を受診すればいいのかがわかる。そもそも帯状疱疹ってどんな病気なの？ということがわかります。簡単にごまおの経歴です。うつ病で1年間休職していました。うつ病になる前に帯状疱疹も発症していました。現在復職しています。ブログを経営していまして、休職方法や副収入の獲得方法、節約方法などを発信しています。それでは参りましょう。会社のストレスで体に異変、チクチクと体の内部が痛む。こまは仕事のストレスが原因で帯状疱疹という病気を発症したことがあります。痛みを伴う病気で仕事が辛いと思っている方がかかる可能性があります。なので、もし自分が帯状疱疹かもと思ったらすぐに病院へ行きましょう。2017年3月のことですね。ごまおの職場環境は、天下りの部長がおりまして、その方が超絶仕事ができなくて、その煽りを受けてストレスを非常に感じていました。しかし、この時点ではまだ一人だけ先輩社員がいましたので、実質リーダー的な仕事を受け持ってくれていたんですが、その先輩社員の移動が決まってしまいました。5万はリーダーに昇格してしまい、さらに、その仕事ができない人たちの面倒を見なきゃいけないということで、かなり不安を感じていたという状態でした。そんな時のある朝ですね、家のベッドから起きたら、なんかこう、お腹の右側の内側、内部の方が、こうチクチクするような、そんな気がしました。なんか変なものでも食べたのかなというふうに思ったんですけれども、で、その日は、仕事中も、たまにふとした時にお腹のチクチクっていうのが気になったんですけども、痛いというほどではありませんでした。で、家に帰って、お風呂に入る前に鏡を見たら、背中の右側が、ミミズ腫れのようになっていました。こんな感じですね。今これ鏡に映った自分を撮影してますんで、体の右側の、背中っていうか、背中というか脇の、背中と脇の間ぐらいですね。がなんか、ミミズ腫れみたいになってまして。で、ごまお自身がこう体をかきむしるっていう癖があるので、知らないうちに返しちゃったのかなぐらいに思ってました。で、それから、2日間の間はお腹のチクチクは治らずにひどくなる一方、仕事の手を止めて3分間ぐらいうずくまるみたいなこともありました。で、背中のミミズ腫れのところも体の内側の方にこう痛みを感じるというようになってきました。これはまずいなって、ちょっとマジでこの痛みつらいっていう状態になりまして、で、その翌日ですね、会社を休んで病院で見てもらうことにしました。で、その時に、何科を受診したかというと、皮膚科と内科を受診しました。何科に行けばいいかってことは悩んだんですけども、背中に、目に見える腫れがあるんですけども、別にその腫れてる部分が痛いってわけではなくて、お腹と背中のこう内側がチクチク痛む。で、それが辛いっていう状態でしたね。で、結局、腫れてるから、腫れてるのは皮膚科かなっていう感じで、その内部の痛みっていうのは内科なのかなっていう。それも病院の受付の人にちょっと症状を軽く話してみて、両方受けた方がいいですかねみたいな感じで言ったら、そうですねって感じで、両方受診してみることになりました。
で、まずは皮膚科に通されて、症状を、一通り説明しますと、まあ、第一声でも帯状疱疹の疑いがありますということで言われました。まあ、どんな病気かっていうとですね、まあ、大人版の水疱瘡ということでした。ですね、帯状疱疹ってどんな病気か、こう大人がかかる水疱瘡。これ子供の時に水疱瘡っていう病気になる方多いんですけども、まあ、それになったことがある方っていうのは、その時に子供の時に水疱瘡が治ってても、そのウイルスが神経に根付いているっていう状態なんですね。神経に根付いたまま眠っている状態でいます。で、そして大人になって何かのきっかけ、例えばストレスなど。で、こう免疫力が下がった状態になると、その潜んでいたウイルスが活発になって、こう神経を伝って、皮膚に、こう、疱疹ですね。ブツブツみたいなのが発症するということになります。で、神経はこう横に帯状に存在しているので、それを帯状疱疹という名称になります。で、まあその説明を聞いて、ああ、ごまんはなるほどなと、仕事で、まあ、ストレスがあったので、多分それが原因ですねっていうことで、で先生も、まあそうですねっつって、じゃ仕事が原因の可能性は高いので、まあ1週間分の、塗り薬と飲み薬出しておきましょうということになりました。で、その足で、次に内科を受診しました。で、帯状疱疹で、まあ、ほぼ確定という診断を皮膚科で受けましたっていう話も、その時内科の先生にしてですね。で、内科の先生も、あ、そうですね、帯状疱疹みたいですねっていうことになりました。で、お腹も背中も痛みがあるのは右半身。両方とも右半身だったんですね。で、神経系の病気っていうのは同じ側の、半身に出るっていうのが特徴なので、どっちも右側に出てるねっていうことで、これはもうかなりその帯状疱疹で、まあ、ほぼ確定ということになりました。で、まあ、皮膚科で薬が出てましたので、それで OK ということで、それをしっかり飲んで休んでくださいということになりましたね。そんな感じです。で、帯状疱疹の性質をちょっとまとめてみることにしました。幼少期に水疱瘡を発症している場合に発症するものです。で、水疱瘡が治っていても、ウイルスが神経に根付いているということです。で、ストレスなどの原因で免疫力が低下すると、ウイルスが活発になります。神経を伝うように発症するため、帯状の疱疹が発現することがあります。神経を蝕むので、体の内側に痛みが伴います。おおむね、体の左右どちらかに偏って発症します。頭部から足まで神経が通う部分ならどこでも発症します。上半身に発症する事例が多いです。帯状疱疹は大人に感染することはありませんが、子供には感染して水疱瘡を発症する場合があります。60歳以上で発症率は高いですが、過労やストレスにより若い人の発症例も多くなっているという事実があります。以上で、説明を終わります。ごまんは、ブログや書籍で、この帯状疱疹とか、うつ病とか、そういう病気に関する、体験談も、詳しく書いています。動画の詳細欄に URL を載っけておきますので、ぜひそちらもご参照いただきたいと思います。それでは。